まあ、それでね、僕はね、それ非常に昔から興味があってね、はい、十分にその人たちの状態とか病状を 見たわけですよ、はい。絶対に存在します。次ですね、はい、まあ、携帯でですね、はい、5G がこう出てきてますよね、はいはい、でその 5G の人体に対する影響、まあ、安全性、はい、これを科学的に分かりやすい説明をお聞きしたいですということですね、はい、何の問題もありません。問題なし、はい、赤外線こたつ、はい、赤外線こたつよりか超波長、つまり光の波が緩やかなやつは今まで障害があったことはありません。お、赤外線こたつに比べたら 5G っていうのはものすごく長い波なんです。はい、緩やかな波なんですね、ですから、赤外線こたつに入っても気持ちの悪くならない人は 5G は全然大丈夫です。へえ、そう、これが基本です、基本。しかし人間っていうのはこう分布がありましてね、電波に対して、で非常にわずかな人にとってみれば赤外線こたつも気持ち悪くなるんですよ、実は。あ、なるほど。え、それから特にこの耳のそばで使うものね、うん、離れてればまだいいんですけど、はい、耳のそばで使う携帯電話なんかの場合はやっぱり脳にかなり近いんで、はい、少し揺すられるんですよ。あ、だからこうやって話すのとここで話すのではこう全然違う。だけど僕なんかは全く平気なんです、はい、電子レンジが平気な人は大体大丈夫なんですよ。うん、だけど電子レンジがねダメな人って結構多いんですよ、はい、まあ、1万人にね 2,3 人がいるんですよ、僕の感じだと、うん、はい、でそれは嘘だ嘘だって科学者言うんだけど、はい、どう見ても僕にはまずいと思いますそれはこの人によって違うとしょうがないんでね。なるほど。となると、まあ、統計的に、その、まあ、5G で、その影響を受ける人っていうのは、まあ、確率的に少ないと。非常に。非常に少ないと。で、ただ、まあ、こたつに入って具合悪くなる人もいれば、電子レンジで具合悪くなる人もいると。あと、高圧電線の下とかね。ああ、はい。必ず言います。必ずいるってことですね。まあ、それでね、僕はね、それ非常に昔から興味があってね、はい、十分にその人たちの状態とか病状を 見たわけですよ、はい。絶対に存在します。存在すると。気持ちの問題じゃありません。なるほど。だからその人はその人で、だけど 5G を、なんか波長がどうとか共振するとか言ってる人がいるんですよ。はい。物理のそれ。それは全く理論が間違ってます。なぜ間違ってるかっていうと、はい、その波長によって共振するとかいうのはそれ当たり前のことだけど、出力、つまりその相手の分子なら分子を揺するだけのエネルギーがなきゃいけないんですけど、はい、これはないんですよ。うーん、ですから現在の学問で説明すれば 5G は全く安全です、はい、だけども今までの電磁波の障害によるやつを見ると人間のどこかにその非常に弱い力で影響を受けるところがあることは間違いないですね。なるほど。ただそれは学問的に分かってないだけですよ、はい、分かってないから安全だってよく言うなと僕思ってんだけどなるほど、分かりました、はい、じゃあまあ武田先生の見解ではまあ一部の本当ごく一部の人で、まあ、5G の影響を受ける人はまあいるだろうと、それはもう存在する、はい、ただし、はい、そのまあ普通に技術として携帯電話の技術として 5G を使うということはまあ問題ないだろうというお考えですね。 3G でも気持ち悪くなる人いますよ。はい、そうですね、はい、わかりました。